はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2016マイライフやっていきたいと思います。2025年10月18日、前回で、マリンズがシーズン優勝を決めることができました。で、今回は、西武とのクライマックスシリーズの、決戦ですね。今日は昼かフリーか、じゃちょっと泉ちゃんの家族サービスそうだこれだもうこれしか出ねえな。よし、じゃあ行きましょう。まず1勝目、ここを勝っていく。先発はハルフォードか。相手は大谷か。やっぱりぶつけてくるね。最初のね、1勝やっぱ取っておきたいっすよね。まあ、基本的に自分が打ってればまあ得点は取れるからね。投手が抑えてくれればなんとかなるんで。大谷攻略、ちょっと力が入ってるかな大谷くん。おっ失投が目立つね。もうね、失投からのねストライクを取りに来るっていう、ボールはすげえ打ちやすいっすよね。いやでも粘るね。おりゃ、これは帰っては取れないか。でもおーっといいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました。1点も入れられなかったか。おいおいおい待て待て待て。第9投げました。ストレートはもうバッターよく見ました。第2上がりかこいつ。投げました。もうここはよく選びました。カウンター2ボールノーストライク。あれ、めっちゃなんかめっちゃ高めで攻めてきてるけど。さあ4球目、俺を歩かせるつもりか。よく見た。フォアボール、ストレートのフォアボール。よしよし、1点差でなんとか抑えてるかな。とりあえずこいつは一発借りたってめっちゃ打たれてんだな、きっとホームランを。第2球投げました。入ってくるね、スローカーブ5か。第3球をここで打てないとやばいな。入ってくるか。低めボール球打った。ボール球か。あーやばい、1戦目落とすな。いやいや強い。ロッテここぞの、マジか、誰今の。ここぞの底力がすごいぞロッテ今年は。松浦さんサヨナラタイムリー、もう絶対負けたと思ったよ。奥井も打ってくれてんね。いや1戦目からちょっと白熱した戦いになってるな。でもこの1勝はねめちゃくちゃでかいね。ちょっと家族サービスとしてもな、ちょっと早く孫の顔が見たいっていうちょっとした嫌味を食らって終わりだからこういう時はちょっと外出しましょう。外出、うん、外出してお金を稼いでくれば文句も言われないでしょう。全然悪くないね、悪くない。よしよしよし、優勝150万円これで泉ちゃんになんか買ってってあげれば奥さんのご機嫌もウキウキでしょう。いやーほんと大変だよな、こういうさ、クライマックスシリーズの中でも家庭のことを気遣わないといけないっていう。神野、相手は福川、4番に大谷が座ってますね。うちの4番はただ奥井だ、スーパープレイヤー奥井だからね。さて2戦目、今年のねロッテの底力は半端ないからね。まずはとりあえず1点取っておきたいから、さあ次の投球ポンと打ったちょっと早かったね。決めていきます。ファール。第3球その高め、会心の当たり、若干上を叩いたか。大谷昨日投げて今日
センターについてんのか。マリーンズこの回は上位打線から始まります。すげえ選手だな、そう思うと。投げた。めった強い当たり。行くかこれ。さらに伸びていく。よしよしよし。センター見上げた。ホームラン。オッケーオッケーオッケー。ここで3点取れたのはでかいな。さらに追加点のチャンス。まずは見送りました。第2球投げた。見送ってボール。これは完全なボール球。カウントはワンボールワンストライクです。投げた。この方。オッケーオッケー。よし。いった。いや今日は硬いね。あとはピッチャー陣超頑張ってるわ。今日のピッチャー。今日は三安打。これ対左 F を出してくるとは。オーロかなり。ああ最後抑え出したのかな。ああ、8回を被安打6だから最後抑え出して打たれたんだな。その傾向はね、前々からちょっとあったからね。セーブはついてないか。でもよくわからん、セーブの条件が。で、クライマックスシリーズはあと1勝勝てば決まりかな。じゃあまたちょっとどうしようかな。スポーツショップ、あ、お金あるからね。ちょっとスポーツショップ行く。あのバット提供してもらってるとはいえ、ってかさ、提供してもらっててさ、他の会社のさ、そのなんていうの、装備品使っていいの。鉄壁グラブ、剣士グラブ、鉄壁グラブだな。1個200万でしょ。ですぐぶっ壊れるから、どうせあのうちのミゾットだっけミゾットの会社は僕すぐぶっ壊れるから、予備で持っておこう、他の会社のひでえな、契約違反ですよとか言われそうだけど大丈夫かな。カットが上がるのか。グリップスパイクって要はあれか、足場が安定するってことね。総力よりカットが2上がったところでっていうのはあるけど、これで2000万円使ったってこと改築することになりました。え、何、新たな施設に行けるようになりましたって。え、すげえなそれ。新しく行けるようになったんだ。せっかくだからちょっと他社のものを装備しよう。いや、すげえ春山さんに怒られそうだ。てか今里崎さんのバットをつけてるってことは、ミゾットのやつ一個も装備してないんだね。悩んだまだもう持ってっかな。まあこれでいいかちょっとうちの商品使ってくださいよって絶対怒られるよこれ。しかもさ、このクライマックスシリーズで。いやでもね、それはね、それでね、すぐぶっ壊れる商品を提供してくるのが悪いんですよ。使ってもらいたかったらやっぱこう長くね持つ商品を提供してもらいたいよね。そんな数試合やっただけでさ壊れちゃうものなんて嫌だよ。だってこっちだって宣伝にもならないんじゃん。まあお客さんは多分分かんないと思うよ。あ、またグローブが変わってるとかさ、またスパイク変えてるみたいなのは、まあ、製品の見た目は同じだからね。第2球使ってるね、こっちとしてはね。2球目ストライク。ね、装備品が変わるとねやりづらいんですよね。投げました。ほら、打ちました。打球は宇宙間に上がった。ワンバウンドヒット。2塁まで走って、ボールは中継、ツーベース。1点もぎ取れ。ダメか。お、でもマリーンズリードで迎え、俺のいないところで点を取ってくれたな。ストライク、まずは見送りました。ファーストランナーをちらっと見て、これはもうカウントファーストで入ってくるかなと思ったけど、第3球を投げました。どうだ、これは行くね。よしよしよし。ライトを見上げた。ホームラン。僕が犬のような顔してたけど、マリーンズリードで迎える4回です。コーチじゃなくて、あれ走塁を指示する人ってなんて言うんだ、わかんないけど、結構年いってたな。今更かよっていう感じだけど、ああいうのって誰がやるんだろう。やっぱ担当がいるのかな、指示する人だけみたいな。おお、抜けたか。走れ走れ走れ。ボールは中継。で、二塁から三塁っていうのは完全にこれ自己判断になるのかな。あそこに人は置けないからね。一塁はいますよね、人。なんか際どいときた、セーフだよみたいなこと言ってくるからね。二塁タッチセーフ。
第2球投げた。うわ、2球目ストライク、際どいね。第3球を投げた。これは外れた。ボール、わずかながら外れています。カウントは2ボール1ストライク。ほら打ちました。オッケー、いったー、いった、入った入った、ホームラン。これもう決まったな。いやでもピッチャー頑張ってね、点取られてるとはいえヒット数が少ないからね、ホームランを多分打たれちゃったんだな。その後はでもきっちり乱すことなく抑えてくれてるから。3本じゃんだって。よしよしよし、これで日本シリーズ。ついにマリーンズがやりました。ペナントレースを制した強さを証明しました。いや確かにペナントレース制した強さだよね。これはあそこから這い上がってきたからね。さあこれで日本シリーズですね。2025年か早いな。日本シリーズっていつだ。そうするとここからか。じゃあちょっと日本シリーズのところまで行きますか。おお、ヤクルトスワローズか。広島にはならなかったっすね今は広島が強いっていう。どうしようかな。なんかどっか行ける。え、お、すげえ、料理いっぱい行けるようになってるし高級ブランドショップがある。行こう。ここは高級ブランドショップでございます。で今さあ、もう指輪はさすがに売ってないのか。ナイスなプレゼント、買っとこう。あとはフレグランスしか買うもんないね、あそこ。料理研究所ってちょっと行ってみたいな。おー、ちょっと練習日か。練習日だな。行けないか、料理研究所。今日も練習日っぽいな。そうするとさあ明日から日本シリーズ。こいつの予想はどうでもいいよヤクルトか。泉ちゃんのことを根に持ってるかな泉ちゃんの旦那はロッテだからみたいな。私はヤクルトに優勝してほしいの。はい、というところで、じゃあ今日はちょっとクライマックスシリーズをやって、早いですけれども、次回は日本シリーズからやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。